掛川城の二の丸茶室で行われた将棋の王将戦第一局史上最年少での五冠を狙う藤井聡太竜王が渡辺明王将との初戦を制しました勝負の行方とともに注目されたのが食事とおやつです担当した掛川グランドホテルは十二種類の料理と五種類のおやつを用意し提供しました特に話題になったのが こちらが藤井竜王が召し上がられたお茶のケーキになります昨日午前のデザートに藤井竜王が注文したこの茶畑ケーキ掛川グランドホテルと JA 掛川市が開発し3年ほど前から販売している人気の商品ですがすぐに問い合わせが殺到しました両岸がですね、食べられたスイーツの内容に関して教えてほしいと でこれは実際に行ったら食べれるのか、と、あとは販売しているのかとかですねそういう問い合わせがたくさん入ってきましたね掛川茶をふんだんに使用し、生地やクリームを何層にも重ねた手作りのケーキで昨日は五十食以上を用意しましたが、即完売しましたいつもよりここは、ね、多く揃えてたんですけど、ここまで 爆発的にリクエストがあ思わなかったそこをもう相当、想像以上の1日で12本の製造が限界でございまして、昨日から徹夜で製造にかかっていって、これからもまあ販売も増やしていきますこちらのホテルには、2人が食べたオムライスや、宿泊した部屋についての問い合わせも多いということで、 王将戦の反響はしばらく続きそうです。<music>